はい、ゴールデンタイムがやってまいりました。今回の企画は100立たなくなったマネジメントを大切しながらラウンドしてみた。100立たなくなった100前半の方とかなんかはすごいちょっと参考になるんじゃないかなと。やばい、ちょっと調子悪いな。オッケーボギー、ナイスボギー、オッケー。まあなんとかいいね。なんとか、はい、ボギーってオッケー。ちょっとね、やんちゃなね、コースしてるんですよ、ここ。本来だったら上、左側の上に乗ってたんですけど、まあ狭いんで、はい、そう、ただ、まあ最悪、下でも OK、うん、OB 行かなければ OK っていう感じで、はい、ちょっとだいぶ右を広く取りたいんで、ちょっと、一番左端に、そうですね、寄って打ちたいと思います。逆にバンカー入んなそうっすね。右行きすぎて。そうだね。逆にいいんじゃないですか、あっちの。もう残ってはいると思う。逆にいいかもしれない。逆にね。はい。うん、でも上まで行ってるかな。下落ちてるかな。下だとは思います。はい。うん、バンカー入ってなさそう。はい。オッケー。はい、2打目ですね。やっぱね、壊れなかったね。そうですね。けどまあ OB にもなってないし、バンカーでも入ってないから、まあ。はい。最悪の事態は切り抜けた、はい、ということで。残り75なんで、そう58度で、まあちょっと見えないんで、はい、そう感覚で打つしかないんで、ちょっと打っていきます。はい、はい、なんとか上がったけど、打ちづらいです。打ちづらいよね。そうか、バンカーあるじゃんな。ちょっとオーバーしてもいいやっていう気持ちでちょっと打ちます、はい、いやー打ちにくいなこれ。いいんじゃないですか。なんとか OK オーネス、ナイスオン。 OK キー。うわー、登んねえか。いやーやばい。ダボです。ダボ3パット。ちょっと怪しいぞ。切り替えいきましょう。はい、よっしゃ。高低差合わせると145なんで、8番で。はい。はい。で、まあバンカーだけはやっぱ避けたいんでね。ピンかな。はい。ピンになると行きます。わ、左。出てか。落ちてきましたね。まあまあ言うほど悪くはないですね。ですね。ちょっとねキックしてくれたんで、はい、ありがたかったんですけど、そうだな、ピンが手前で登ってるから、じゃあ2打目ですね。ああ、まあちょっとねこれラフに埋もっちゃってるんで、はい、やっぱこういう時はちょっと浮かしてフェースを開いて浮かしていく。うん、まあいいでしょう。いいでしょう。OK。ちょいっとずれたね。そうですね。ちょいっとずれた、ね。ちょいっと距離ありますね。ね。ボギー。ボギー。なんとかボギー。うん。OK。ラストです。行きましょう。行きましょう。
はい、じゃあ9ホールラストです、はい、もうこの位置にピンがあるんで、もちろんドライバーじゃ打てないので、3番ユーティリティか5番ユーティリティなんですけど、黄色い旗めがけて3番ユーティリティいきます。はい、はい、そうだな、そうだな、ナイスショット。ナイスショットだね、ナイスショット。 OKOK、 とりあえずティーショットは OK です。 OK です、ね、よいしょ。いやでもマネジメントの成功ですね。成功ですね。そうそうそう、あれがちょっとでも左行っちゃうと3枚 UT だとちょっと突き抜けるんで、コブ、山のコブ、はい、うん、あそこの行っちゃうと怪しかったんでちょっと迷ったんですよ、5番ユーティリティか、はい、うん、正解でした。正解ですね、はい、はい、じゃあ2打目です。2打目でちょうど140なんで、でピンが奥目なんで、はい、うん、とりあえず乗ればいいかなっていうところで、9番で、はいはい、手前でもいいかなっていうところですね。あ、おっ、あれ、うわ、まあ、ここがさ目に入るだよ、なんかドブみたいのがあるからありますね。いいんじゃないですか。おお、ナイスオン。オッケー、ナイスオン。オッケー、オッケー。素晴らしい。よっしゃ。ドブに負けなかったですね。そうね。ああ、危ない。いやー、ちょっとね、だいぶ残してるんで、これは油断できないですよ。寄せたいですね。おお、ナイスタッチ。オッケー、オッケー。距離感抜群、群抜。いいね。よっしゃー。素晴らしい。いやー、いつになく緊張してるわ。ここの最終ホール。よっしゃ。ボギー、ボギー、なんとかボギー。終わりました。終わりました。お疲れ様でした。お疲れ。うおー、緊張した。めちゃめちゃ緊張したよ。おい、うわー、よかった。よっしゃー、なんとか。はい、ゴルジョブ。はい、ということで18ホール終了しました。後半のね、途中ぐらいからめちゃめちゃまあ緊張してて、まあというのも、まあ、今回のタイトルというか、まあ企画が要は100を叩かなくなったマネジメントを解説しながら、まあ、ラウンドしてみたっていうところだったんで、はい、いやいや、これそもそも100叩いたらお蔵入りじゃん、企画倒れじゃんって、まあ、ずっと思ってたんですよ、はい、だからなんとしてでも、まあ、99以下出したいっていうところで、まあ、すげえ緊張してたんですよね。もうプラさんプラさんとか ねトリ打ってたりとかしてたんで。そう、ただ逆に言ったら、はい、うん、こんだけショット悪くても100切れたっていうのが、まあ、僕なりにはマネジメント、まあ、一つの要因かなってやっぱ思ってるんですよね、はい、うん、やっぱティーショットを、ね、3番ユーティリティで打ったりとか、あと2打目3打目、ね、ミスしないようにちょっと番手落としたりとか、ね、そういったところのやっぱマネジメント、上手い人は全然参考にはならないと思うんですけど、まあ、本当100切れそうで切れない、うん、っていう方はちょっとね、あの参考になるのかなとはそう思うので、まあ、ぜひね、あのマネジメントで、まあ、5打ぐらいはやっぱあの変わってくると思うんで、まあ、ぜひね、ちょっとまあ頭を使いながら、やっていただけたらまたね、いいスコアが出るんじゃないかなと、はい、思いますので、今後もまあ僕自身もマネジメントをしっかりやっていきながら、まあ、ぜひね、ちょっと100切りたいっていう人は、まあ、練習も大事ですけど、ね、マネジメントも意識しながらやっていただけたらと思います。はい、ということで、参考になったなという方はぜひグッドボタン、そしてまたの方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。